逃亡や命令違反をするようなやつではないので、おかしいとは思っていました。面倒をかけます。いや、おかげで私も稽古の相手ができて助かっていますよ。稽古の相手ですか？奴の体が持ちませんよ。いや、それが筋が良くて、最近は結構まともな勝負になってきていますよ。ところで、奴に伝えてもらいたいことがあるのですが。はい、何なりとお申し付けください。私にはお前が必要だ。私はお前の帰りをずっと待っていると。受けたまわりました、殿下。伝えておきますよ。ええ、お願いします。ではまた。強く優しい真の騎士を待っているぞ。いつまでもな。